はい、このストーリーの見どころはすごく俺はしっとりした映画だなって思って、うん、そのまあ普段その僕たちって 2.5 次元舞台とか、うん、いわゆるその華やかな舞台に出てるじゃないですか。そうですね。そういう世界とはすごく、まあ、全く逆のベクトルっていうか普段自分たちにより近いなんだろう世界の作品だなと思うのが見どころだから、なんかそういう姿とかをいろんな人に見てもらえるっていうのはすごい見どころというか僕自身楽しみなところで、あそこ見てほしいというあるんですね、うん、結構だから翔吾くんとかもキャラクター違いましたもんね普段。そうだね、なんかまあそれこそさ、はいはい、その自分自身は本当に怒んないキャラクターっていうか、まあ、自分がね怒んないから、あ確かにけどこう温厚ですもんね、結構こう情熱をね表に出すキャラクターだったからそれがこうやって楽しかったというか、うん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 、だしこう、ね、かばうというかさこの関係性をね、そうですね、僕ら今回初共演なんですけど、初めて映像初めてですもんね。だってそうだね、ここまでのやつそうだから、はい、両方映像初めてだし初共演だしですごく分からないこととかもたくさんあったんですけど、なんかいろんな人にね助けてもらって、そうだね、もういっぱい練習したね、楽しかったですよねめちゃくちゃね本当に。いやもうね、あの本当に作品の中ではその淡々とね、うん、このクールに僕もやってるし、ね、はい、あの太郎くん演じる役もすごくこう淡々に進んでるように見えるけど、うん、そこにはこういろんな思いがあるんだなっていうのを、そうですね、いろいろなんかその上っ面だけじゃなくていろんなところまで見てほしいですよね、うん、そこがやっぱ俺らがこうちゃんとできてるのかね。いやいやできてますよ、もう自信を持ってお届けしましょう。そうだね、はい、まあそんな感じかな。そうだね、はい、まあぜひこの作品僕たち、一生懸命、うん、精神性に取り組みましたので、うん、ぜひぜひ見てください、はい、ご覧ください、はい、バイバイ。